知徳長崎です。今回は月に1回お送りしているシリーズ景観まちづくり15回目の今日は稲佐山登山道の街灯についてお送りします。スタジオには景観専門家の高尾忠さん、土木建設家の浦本兼次さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。平成25年4月に始動しました長崎市景観専門館プロジェクト。景観専門館とは長崎市が行う公共事業の景観アドバイスと授業を通しての職員の育成をミッションとされているんですよね。そうですね。職員と一緒にものづくりの試行錯誤を楽しむというのが私の仕事です。はい。景観専門館の高尾さんは九州大学持続可能な社会のための決断科学センターの准教授で公共空間など景観が専門です。自治体のまちづくりプロジェクトなどこれまでさまざまな事業に携わってこられました。さあ今回お送りするテーマが稲佐山登山道の街灯編ということで、まずはですね、改修後今の街灯を見ていただきましょう。こちらですね。結構デザインが個性的で、そうですね面白い形をしていますよね。あ、左側が昼間の様子ですね。今こんな風になっているんですね。平成29年度にこのプロジェクトが開始されたということで、浦本さん、なぜ稲佐山の街灯に着手したんでしょうか。そうですね、一つは単純に街灯の老朽化っていうのが理由ですね。でもう一つの理由が、景観まちづくり刷新事業のモデル地区に、長崎が選ばれたということですね。こちら の景観まちづくり刷新事業なんですが、都市の魅力向上や地域の活性化を図るためにモデル地区を10地区指定をして3年間で町の景観を集中整備する事業になってます。はい、国の事業なんですよね。九州では長崎のみが選ばれたということで、この景観まちづくり刷新事業のモデル地区になるとどういったメリットが高尾先生あるんですか。そうですね、やっぱりもうもはやですね、国が一律で地域を支援する時代は終わりました。はい。ビジョンがあって実行力があるというところに集中投資するというのが今国の方針です。うん。長崎市はその点が認められて、はい、国から大型の補助金の支援をいただくことになりました。はい。3年間で総額15億円の事業のうち、はい、半分を国が支援してくれます。はい。そんなにメリットがあるんですね。はい、はい、そうなんですね。で事業の内容についてはですね、3つのテーマがあります。こちらのフリップをご覧いただければと思いますけれども、はい、一つ目はこの夜間景観の刷新というのはですね、稲佐山とか平和公園、それから山手エリアなどなど街中でですね、いろんなところで整備を行っていく予定です。はい。それから二つ目は祈りの景観の刷新ということで、2020年に被爆75周年を迎えますので、うん、平和公園周辺などの再整備を行っています。はい。それから三つ目は街中の景観刷新ということで、中島川から南山手周辺の主に昼間の景観ですねをまた整備して改善していくという事業を進めています。大倉さん、今挙げた3つのポイントのうち、はい、どれかに力を入れて取り組むとしたらどこに力を入れたらいいでしょうか。どれかですか。結構どれも重要かなって思うんですけど、一応悩ましいところなんでどれも大事なんですけども、はい、今長崎市が一番力を入れているのはやっぱり夜間景観の刷新ということ で今回の景観刷新事業の全体のうちの7割から8割ぐらいを事業費割り当ててやってます。今回テーマであるこの稲佐山登山道の街灯もそのうちの一つになりますね。そういうことなんですね。はい。で実際にどういった改修を行ったのか浦本さん教えていただけますか。はい。稲佐山のですね、登山道入り口付近から西高のグランドに抜けるまでの間に約80本の街灯があるんですが、はい、そちらのですね、うち40本を今整備しています。はい。このですね、まず最初に南蛮ボード付き の街路灯というものを紹介したいと思います。はい。こちらですね、今11本設置されているんですが、これのことですよね。そうですね、こちらの方ですね。はい。この街灯のですね、基本デザインについては、長崎大学工学部構造工学科の安武敦子教授の方と、お願いをしまして、はい、照明自体は、こちらがデザインの案になるんですが、うん、照明自体はシンプルに、作って山や木をイメージして、板を曲げてはめ込むことで、
そうやって上部にですね光をきれいに反射させて木漏れ日のようなイメージを持たせています。それでですね競技を重ねてどんどん作り込んでいったわけなんですけど、実はちょっとある日、ちょっと重大なミスに気づいてしまったんですね。ミスですか？はい。何ですかミスで？実は高尾先生が知らないまま進めてたんです。どういうことですか？無視されていたということですか？高尾先生。なんで？ちょっと寂しくもあったんですけども、っていうのは冗談で、一番大きなミスっていうかですね、大事なポイントは、このプロジェクトを進める前に、こうやっぱこうしっかりとしたコンセプトを固まってなかったところもちょっとあってですね、というのも稲佐山全体をどういうふうにしたいのかっていうそういう議論なくて、いきなりこの街灯のデザインに入っちゃったんですよね。なるほど。で、そういうことを指摘したわけなんですけども、ここからが今回の一番大事なところで、そういう私の指摘に対して浦本君が、一生懸命考え直してくれてですね、ものすごい短い時間の間に3つの基本的な考え方をすぐに提案してくれたはい、コンセプトを考えられた、ね、ということなんですか？はい、まず一つ目はですね、稲佐山へつながるルート作りということで、中腹の駐車場にたどり着くまでの間にどんな夜景が待ってるのかなとかですね、観光客の皆さんなんかがこうワクワクするようなところを演出したいなということで、はい、そしてもう一つ、二つ目ですね、スロープカー駅舎からの眺望の魅力アップということで、稲佐山中腹の駐車場と山頂を結ぶスロープカー、こちら今整備しているんですが、こちらのですね、スロープカーに乗ってる人からですね、南蛮ボードの街路灯がこう見えるような配置にすることを考えています。上から見たこう風景を光が漏れますからね。考えられるということですね。そうですね。はい、で最後に稲佐山との共生ということでですね、稲佐山自体が市民の憩いの場になっているんですが、そちらので夜景はもちろんのことですね、日中に見ても稲佐山のこう景観に溶け込むような自然と調和したデザインというのを出しています。夜景というとなんか夜だけのイメージを、想像しますけど、街灯というと、昼間の様子も大事だということなんですか。そういった3つのコンセプトがしっかりとできたところで、そこからどんなふうに進めていかれたんですか？そこからはですね、安武先生の基本デザインをより美しく機能性も考慮して、とにかくサンプルをですねどんどん作って試作を繰り返していきました。こちら そのサンプルについては、長崎市の茅木町で鍛冶工場を営んでいるですね、山口さん親子、こちらの方々にたくさん協力をしてもらってですね、何度も試作品を作ってもらって、長崎大学で実験をしたりだとか、高尾先生と他の所属の人たちをですね巻き込んで夜間に実験をしたりとか、とにかくいろいろやったわけなんですけど、そうですか。そういった中で最初こう尖ったような鱗状 の切れ込みを入れてたんですが、最終的に丸い形状に変えた方がいいんじゃないかとかですね、そういった改良点とか発見というのも見つかりました。結構細かいところまでやっぱりこだわられたんですね。そうですね、そうですね、そこまで考えてこう作ったのはこの南蛮ボード付き照明なんで、本当だったらこれを全部ですね、40本全部これにできたらよかったんですけど、やっぱちょっと予算の問題があって、なかなか全部というわけにはいかなかったんですね。どんなふうにそこから対処されたんですか？より目に入る街灯は南蛮ボード付きの街灯にしてですね、残りそうでない分は別のデザインを考えました。別のデザイン、はい、まず一つ目が電柱に取り付ける架柱タイプと呼ばれる街灯になります。照明ですね、はい、でもう一つが南蛮ボードがついていないポール灯タイプの照明というものになります。はい、私はこの架柱タイプの照明って結構気に入ってまして、こういうふうにですね、最初から電柱に設置するようにデザインされた街灯って、もしかしたら世界で初めてのデザインじゃないかなと思ったりする、なかなかこういうふうに最初から思って作るのも少ないんですよね。で、写真ご覧いただいて分かる通り、電柱とほぼ一体化しててですね、意識しないとほとんど気づかれないデザイン、ちょっと可愛げがあって、風景に溶け込む、いいデザインができたんじゃないかなというふうに思ってます。なるほど。でもう一つのタイプがポール灯タイプでしたっけ？はい、それをスタジオに、こちらになります。持ってきてくださったようです。これですか？はい、結構大きいですね。そうですね、ちょっと
お金がない中でいろいろ考えた苦肉の策になってるんですけど、LED 自体がですね、直進性が強くてすごく眩しかったりするんですけど、そういうところをですね、ムラのなく柔らかい光、そういうのを演出したいということで、できるだけですね、光が均一になるように、こういった外付けのカバーのようなもので、中にこう乳白色のカバーをこういうのを仕込んでですね、光を柔らかな光とかを再現するように試行錯誤をしました。そうでしたか、はい。どんな風にね照らされているのか、ちょっと今度皆さん行くときはね、じっくり注意して上がりたいなというふうに思いますね。はい、ではですね、最後にお二人からメッセージをお願いします。まずは浦本さん。はい、私にとってはこの稲佐山登山道のですね、街灯整備っていうのがこういう景観の街づくりに深く関わる初めての授業になったんですけど、本当こう最初何も分からなくて、もう何も見えない中ですね、本当気持ちが折れそうになったりもしたんですけど、高尾先生をはじめですね、いろんな関係者の方々が助けてくださって、協力をしてくださってですね、最終的にとってもいいものがみんなで作れたんじゃないかなと思ってます。本当にありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございます。はい、では最後に高尾先生。はい、そうですね、役割とか局面に応じてふさわしいデザインがあるというふうに思ってますので、お金が無限にあるわけじゃないんでですね、はい、適材適所の判断とかこういう試行錯誤が、いろんな価値を創造していくために必要なんだなと思ってますし、それがこの仕事の面白いところだと思います。浦本君はそういう意味では今回非常にそういうところ優れた力を発揮してくれたんだなと思ってます。よ、はい、かったです。いろいろありましたけれども ね、ここまでたどり着くことができたようです。今回は稲佐山登山道の街灯について、景観専門家の高尾さんと土木建設家の浦本さんにお話を伺いました。お二人どうもありがとうございました。ありがとうございました。